はい、皆さんこんにちは、村田です。今回はですね、イヤホンをレビューしていくんですけれども、2006年にスウェーデンで生まれたオーディオブランド J's から発売されている左右一体型のイヤホン、 J's T4 ワイヤレスです。デザインとしてはマットでシンプルな北欧らしいね、おしゃれな外観をしていて、使う人を選ばないミニマルなデザインです。音質に関しては低音にウォーム感があって、それでいてね、パワフルながら繊細さも兼ね備えた音質になっています。5000円台のイヤホンながら、なかなかコスパの高いモデルでしたね。最近流行りのノイズキャンセリング機能はついていないものの、低反発のねイヤーチップがついていて、遮音性もある程度確保されています。機能を絞って音楽視聴に特化したイヤホン、なかなか良かったので、レビューをお届けします。それでは行きましょう、イントロ。はい、それではね、開封していきます。もう僕は何度か使っていますので、改めてにはなりますけれども、はい、こちらがね、本体となりますね。で、他にもイヤーピースが数種類入っていて、シリコン製と低反発、そして充電ケーブルね、こちらはマイクロ USB ケーブルになってますね。で、あとは説明書がこちらに入っていたり、はい、で以上のラインナップです。イヤホンの種類としては、左右の、ね、一体型の、ワイヤレスイヤホンに分類されます。で、左右の、ね、イヤホンをこのコードでつないでいる一般的な形ですね。で、デザインに関しては、ね、一色使いでマット調になってますね。控えめな、ね、外観をしているので、ファッションの一部としても取り入れやすいのじゃないかなというふうに思いますね。で、コードは、ね、このなんていうんだろう、キシメンタイプの平べったい形になっているので、こうぐしゃぐしゃっとしてもね、絡まりにくいっていうのが特徴です。イヤホンの左右にバッテリーと、リモコンがねついているので、こうバランスがね取れているのがいいなっていうふうに思いますね。どちらかね一方だけねリモコンとバッテリー偏っていると、つけているとね、だんだんこういうふうにねずれてきちゃうこと、寄ってきちゃうことがあると思うんですけど、これはねちょうどよく2つがバランスしているので、到着していてもどちらかに偏るっていうこともなくて、使いやすいポイントです。連続の再生時間は最長で10時間持ちますね。で、イヤホンを充電するときには、この付属のマイクロ USB ケーブルを使って、こちら側にこのねケーブルを挿して充電してあげるようにしてください。約2時間でフル充電できるそうです。今となってはね、使用頻度が低いこのねマイクロ USB っていうところがちょっと残念な気もしますが、価格を考えれば仕方ないのかなと思いますね。で、イヤホンをねコントロールするときには、このねリモコンを使っていきます。で、真ん中のねマルチファンクションボタン、こちらをねボタン1回押すと音楽の再生とか停止で、着信がかかってきた時にはこちら1回押してあげて電話の応答ができたり、2回ね連続で押してあげると応答拒否なんていうこともできますね。で、プラスのボタン、こちら側に関しては1回押せば音量アップで、長押しで曲送りで、こちらのマイナスの方ボタンは1回押して音量ダウン、そして長押しで曲戻しができます。はい、ではね装着感を確かめていくんですけれども、まずねこのイヤホンの形状ですね、これはカナル型をしていますね。耳穴を完璧に塞ぐタイプです。で、デフォルトでくっついているのはこのシリコン製のイヤーピースなんですけれども、僕のおすすめとしてはこのね付属している低反発のイヤーピースを使ってあげるのがいいかなと思います。このね低反発、こうギュッとねこうつまんであげるとこんな感じ、じわーっとね広がっていくんですね。すると耳穴に隙間なくフィットしてくれて、遮音性も高まるし、音楽への、ね、没入感もアップするので、こちらに、付け替えて、音質をチェックしていきたいと思います。それではね装着をしてみました。で、音質に関してはこのね10ミリ口径のドライバーが積んでいますね。で、そしてコーデックに関しては SBC と AAC に対応しています。この僕の iPhone 13 Pro に接続をして Apple Music 内の音源をいろいろと視聴してみました。まずね感じたのは低音の強さと綺麗なウォーム感ですね。いわゆるドンシャリで間違いないと思うんですけれども、低音がすごく強くて、で高音のね突き抜け感っていうのも十分感じられます。そして低音に関しては、音圧重視っていうよりも柔らかさと力強さが共存しているようなイメージです。
なんかね、こうニュアンスを伝えるのが難しいんですけども、まあ、ウーハーがついているスピーカーって、まあ、うるさかったりするじゃないですか。なんかそれよりも天然素材で作られた高級スピーカーみたいに、ぬくもりのある、もう包まれるような低音のこうウォームな感じ、それがすごくね心地いいんですよね。なんか水っぽさすら感じさせるようなウェッティで、こう涼感のある低音が素晴らしいと感じましたね。なんかこのイヤホンをね聞く前は、まあ、ドンシャリでこう低音の癖強めなイヤホンかと思いきや、まあ、中音域からまあ高音域にかけても可能解像度が非常に高くて、ボーカルもね綺麗だし、まあ、ピアノの音にも張りがあって、まあ、十分満足できる仕上がりです。まあ、これで5000円台ならね、コスパは高いと思いますね。続いて通話品質ですね、ハンズフリー通話に対応しているので、スマホにねかかってきた電話を応答して、こちらのねイヤホンでいろいろと再生することができます。通話品質に関しても、あの外出中にね街中でガヤガヤしているねところで、通話をしてみましたが、全然使えるレベルでした。明瞭なこう音声のねやり取りが可能です。そして今やもうワイヤレスイヤホンには欠かせないのは、パソコンをねこう接続してオンライン会議で使う、ところですね。まあ、実際に何とか仕事でも使用してみましたけれども、テレワーク中のウェブ会議においてすごく快適でした。会議相手のねこの音声もクリアに聞こえるし、まあ、こちらのね音声をマイクがしっかりキャッチしてくれて、通話相手に対してねしっかり伝えてあげられる、まあそのねインタラクティブなコミュニケーションに関しても仕事で使えるイヤホンとして全然ありだと思いますね。はい、ということで J's から発売されている、左右一体型のワイヤレスイヤホンをレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。デザインはねとってもシンプルで、使う人を選ばないし、ボタンもねこの大きめで操作しやすいっていうのも使い勝手良かったですし、ウェブ会議にも使えるような通話品質、そして音質もねとても良かったので、まあ、万人受けするイヤホンとしておすすめできるかなと思います。こちら詳細が気になった方は動画のね概要欄に商品ページのリンク入ってますので、そちらからぜひチェックしてみてください。そしてこの動画参考になったよという方は、グッドボタンとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。